中に恋をした。月曜日と火曜日はふわりと浮いていた。高速道路北東へアクセル全開、街は浴びた。今日は水曜日、羽を広げ、君を思うとき真っ白な鳥になる。 I went for your Wednesday, I went for your Wednesday、はあはあ、水曜日の恋人、もしも今日会えたら。木曜日と金曜日は逃避行の空へ。高速道路北東へアクセル全開、いつしかなオールドストリートへ迎えに行く。君を思うとき真っ白な。はい、皆さんこんにちは、松尾貴文です。マイクフォーミュライブ162回目ということでね、本日も盛り上がっていきましょう。では先週人気曲第1位でございました、もしも坂本龍馬さんがこの世界に来てたらこんな歌を作ってくれたに違いない、暁2020。高く我が道を進め、誰かの真似じゃなくあるがままで。悩む暇はない、少しでも前へ。死ぬ時も前に倒れ込むのさ。4000だからには大事をなすんだ。でっかく描け未来。オーラ水平線の向こう、今は今は暁、差し込む光、希望の風が吹く。日本の夜明けは近い。不自由さの中に見つかるものがある。心の中だけは誰だって自由。出会いを繰り返して世界を知るんだ。その手で掴め時代。行け水平線の向こう、今は暁、やがて甘かけるグルーのごとく、維新の朝は近い。それではここで坂本龍馬さんの名言をお3つ皆さんにお届けします。世の人我を何とも言わないや、我が出すことは我のみぞ知る。日本を今一度選択いたし、もうそろ君がためすつら、
が鳴る日本の夜明けは近い日本の夜明けは近い。ありがとう。改めまして松尾貴臣でございます。12月17日もういよいよ残すとこ2022年も24分の1ほどとなりましたけどもね、残り2回マイホミライブね元気にお届けしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。では早速コメントの方いただきます。はい、あ、井ノ口さん一番乗りありがとうございます。こんばんは、今夜間に合いました。はい、あ、小手川達也さんこんばんは。はい、ミラー千恵子さんもこんばんは。はい、川上菅さんこんばんは。小山和子さんこんばんは。ひろとくんもこんばんは。はい、今日も、あ、今夜も職場の控え室でくれます。はい、7時からですかね。はい、楽しい1時間となりますよう頑張っていきたいと思います。はい、壁から壁の隙間からチラッとキョンさんこんばんは。はい、今日もあと少したら打ち合わせ、最後まで聞けません、応援してます。 ありがとうございます。あのアーカイブも残しますのでね、僕のタイムラインのね動画ってとこをクリックすると、過去の分も含めて全部マイホームラブ残ってます。今日の分もねこれから、保存されますので、ぜひぜひお時間のある時に見てください。はい、オープニングから盛り上がりますね。はい、今日は暁2000ね、もう4週連続ですよ。多分これ過去最高記録じゃないでしょうか。要は1ヶ月歌い続けてるってことですね。暁2020ね、2020ねでございました。はい、ズレなし、あ、よかったよかった、それすっかり忘れてました。ズレることはもう、まあ、Facebook はねもう大丈夫ということで。はい、暁2020、あ、土田よしこさんこんばんは。はい、あみっぱりんさんこんばんは。師範がよろしくとのことです。 iPad で初めて聞いてます。あ、どうですか、 iPad は違いますか。普段はあれですかね、 Android の携帯とかでしょうか。イヤホンでね聞くんですかね、スピーカーですかね。またイヤホンだったら、まあ、あんま変わんないかもしれないですけど、スピーカーとかだとすごく変わりそうな感じしますね。あー、けんちゃん、今年も元気と勇気たくさんもらいました。いや、こちらこそ長崎までありがとうございました。はい、やっぱあれですね、あの中国地方の率が高いね、松尾ライブの傾向として、ライブ配信の傾向です。そしてその次が九州が多いね。嬉しいことですね。離れてるからこそライブ配信の価値がより高まるというものでね。はい、他の地方の方々もありがとうございます。はい、はい、坂さんパチパチ、睡魔と戦ってます。睡魔、まだ6時ですけどね。今日もあれだったんですか、朝の4時起きとかだったんでしょうか。はいね、あと1時間、なんとかあと1時間粘っていただければと思います。ちなみに今日あれですよ、今夜12時からのワールドカップの3位決定戦ですね。クロアチアとモロッコね、モドリッチですよ、モドリッチね、モドリッチしか分かんないけど、モドリッチですよね。はい、僕も見るか分かんないですけど、はい、今日もおみちゃんライブを、はい、ライブ配信をね頑張ってください。応援してます、ありがとう。はい、ほんでは、実はね、木曜日、毎週木曜日9時からね、ツイキャス、オミキャス生配信をやっているんです。もう2年やってましてね、130回近くやったんですけどもね。で、実は昨日で、昨日木曜日、昨日一昨日か、木曜日で、年内最後でした。なぜなら、今度の木曜日は僕静岡市に行ってきます。静岡市のね、医療法人社団定例会さんにお呼ばれしまして、24時間365日テーマソングを歌を歌ってきます。でその翌週が、さらに翌週がね、船橋で、浜津美穂ワンマンライブ、ね、3夜目、ね、最後で今年の歌い納めです、やってきます。ちょうど木曜日に全部被ってしまったので終了でございました。来年からのオミキャスは、水曜日にちょっとお引っ越しする予定となってますので、皆さんご注意ください、ね、
木曜日の恋人からいよいよ歌の通り水曜日の恋人に変わりますのでね、はい、の予定です。はい、8時半からの予定です。はい、その辺また追ってご連絡させていただきます。ではそんな24時間365日いきましょう。同じに見えてまるで違う世界がいつの間にか迷い込んだ複雑なラビリンだけど僕らはスタートへは戻れない。出口の向こう望む景色があると信じ進む24時間365日。寄り添うから悩もう。君のことを脅かす病がその心へたどり着く前にすぐにそばへ駆けつける一条となれるように。日もあったね。そう笑い合えるかな。息苦しいマスクを空に高く放り投げて思い切り深呼吸をできる場所一緒に探そう。いつの日も柔らかな光がその心
ありがとうございます。今週の同志紹介でございますけども、昨年の10月以来1年2ヶ月ぶりの登場です。まあね、僕の大事な妹分でございますので、ね、ご機嫌を伺いといいますか、近況を伺いをしとかなければならないと思いまして、2022年中にお招きしました。新川由香さんです。こんばんは。こんばんは。なんか可愛い声聞こえてますちょっと次女も一緒に。次女も一緒に。今二人ね、はい、お子さん二人なんだよね。そうです、ね。お姉ちゃんとね、妹ちゃんと、ね、このマイホーミーライブを毎週見てくださってる方はね、あの長女のお姉ちゃんの声はね毎週聞いてるんですよ。そうですね。ね、あのアンコールのね、アンコールオミコールのあの可愛い声はね、ゆかちゃんの長女ね。ちゃんの声でございます、はい、ということで自己紹介お願いします。はい、シンガーのゆかと申します。はい、出身は秋田県の大曲なんですが、はい、高校卒業して、千葉大学に進学したので西千葉で4年間過ごしていました。はいはい、でそれから、東京で音楽活動してたんですが、うん、2017年に、はい、結婚を機に福井県の越前市に移住してきました。5年今は福井県ではい、活動しております。5年前です、はい、ね、ありがとうございます。はい、あの名門の千葉大学をご出身なんですか？あの西千葉にねキャンパスがある名門の千葉大学ですね。はい、松尾さんの後輩ですね。なります。まあね、でも実はね高校時代から僕ゆかちゃんのことを知ってましてね、秋田にいた頃から、はい、まあ、西千葉の町おこしの方々とまあ、大曲地域のね、秋田の大曲地域の町おこしの方々がつながっていて、でその地元にねプロを目指してる歌手の歌手を目指してる女の子がいるんだよと紹介してもらったのがゆかちゃんでね、西千葉にもね高校時代来たもんね、遊びにね。はい、来ました、行きましたね。ギアマンテで会いましたね。ギアマンテで会いましたね。あと大学もあの見学させてもらって、オープンキャンパスね、あとライブハウスアンガにも来てくれたんでね、来ました。あ、初めて会ったのあの日かな、その時だな。そう、ギアマンテがなくなっちゃったんですよね。え、そうなんですよね、我々の、うん、心の実家、心の実家、ね、もう大学4年間、うん、ギアマンテとあとバイトしてた壁の穴の、隣でね、パスタとそれで生かされてたから、生かされて食いつないでた感じでね。そうそうそう、いやまあね、幸い、まあ、パパママもまだね、元気なので、うん、ね、これからの残りの人生をねエンジョイしてくれると思いますけども、うん、そうですね。まあね、まあでもねちょっと寂しくなって、まあ、今ねお店の看板もなくなっちゃってね、うん、でも赤白の、ね、あれは残ってるんだよね、上の屋根みたいなの残ってるんだけど、うんうん、まあね次どんなお店が入るのか、ね、また楽しみにしつつ行きたいんですけども。ま、今高校時代の話になりましたんでちょっと思い出したんですが、はい、ゆかちゃんね、うん、なんか千葉大にそのキャンオープンキャスパス来てくれましたけど、毎週ね東京に通ってたんですよね、あの頃。そうなんですよ。終わっちゃった。
秋田からね、ボイストレーニング、ボイストレーニングに通ってて、はい、新幹線で毎週日曜日毎週日曜日、ね、毎週日曜日、はい、いやすごいね。ボイストレーニングの学校に通ってたの？そうですね、養成所の中の、はい、レッスンということで、はい、うん、歌のレッスンだけじゃなくて、うん、ダンスの日もあったし、あと演技の日もあったんですけど、やってたの？踊ったりやってました。あ、ほんと、総合的なそう、ま、月に4回日曜日あるうちの、うん、2回がボイスレッスン、うん、で1回がダンス、うん、で1回が演技みたいな感じでやってました、うん、で1回1時間ぐらい、5時から、うん、あ、夕方の、うん、そうですね、夕方の5時から、うん、8時までとかで休憩挟んで3時間だったんで、結構、うん、すごい長かったです。で8時に終わったらすぐ秋田に帰るんでしょ？うん、その新幹線が最終その頃8時4分だったんですよ、うん、だからもうレッスンを途中で抜けて、ギリギリで毎週途中で抜けて、うん、すいませんって言って抜けて走って帰ってます。走って、間に合わなかった日とかなかったの？間に合わなかった日はなかったあけど、うん、まあ、相当焦って走っていった日は結構何回かあります。だって高校生でさ、東京で、ま、間に合わなくて途方に暮れてたまらないよね。止まるところもないし、止まるところもないしね。まあ、あれか、どっかまでは行けるのか、秋田まで行けずとも、どこ、仙台までは行けたのかな。うん、まあ、とはいえね、とはいえ仙台も遠いですからね、大曲から。そうなんです、はい、もう大曲ってのは秋田市のちょっと南の方に5、60キロかな、うん、下ったとこですね、もうちょっとかな、はい。思わず移動をするゆかさんでございますが。歌手になろうと思ったのはいつぐらいのこと頃？もう物心ついた頃から歌うのは大好きで、はい、うん、なのでもう本当に小学校1年生ぐらいの時から、うん、なんか将来の夢はっていうところに歌手って書いてたので、うん、おう、もうずっとちっちゃい頃からです。あそこの小学校ね、高知友だっけ、なんだっけ小学校の名前、うん、小学校、内尾友小学校。内尾友。今、高知、内尾友。結構、近い近い近い。内尾友ね。余る目地域のね。そうです。ね。内尾友小学校時代から、ね、同じクラスはね、多分一クラス、8人とか9人とかでしょ？もっといた。もっといた。私たちのクラス結構、その中では多くて、うんうんうん、35人ぐらい。36人か。それ、一学年でしょ、でも。そうそう、人が来る36人いました。みんな友達ね。ちっちゃい頃から中学校までみんな友達、なんなら高校までみんな友達、ね、そうです、そうです、そうです、ね、で大曲り高校に行くわけですよ、うん、大曲りね、地元の名門ね、はい、大曲り高校に。いなかったでしょ、高校の友達で毎週東京に行く子なんていなかったですね。でも一応進学校だったから、うんうん、ね、もう高校2年とかってみんなもう、うん、まあ、部活もやりつつ勉強も、頑張ってるし、うんうんうん、なんか、まあそもそもバイトも禁止、まあ原則禁止だったんですけど、はい、でもその新幹線で毎週通うために、うん、その交通費を、うんうんうん、確保しなきゃいけないのでバイトさせてくださいって高校に、なんていうの、申し立て書みたいな、うん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 、許可証みたいなの出してもらって、バイトしてましたね。そっか。ね、うん、まあ、お母さんもね、頑張って働いてたと思いますけども。そうです。ゆかちゃんはバイト何してたの？コンビニ。コンビニの、あそこのファミリー。高校のすぐ近くに、あ、高校の方、ね、新しく、うんうん、そう。コンビニができて、そこに入って。コンビニができてても、なんだかあれですけど。街に一つしかないコンビニね。だんだん増えてる時代だった。だんだん増えてる。まあね、大曲駅はね、新幹線止まるんでね、結構都会なんですよ、うん、駅前の方は。そうですね。ね、ボーリング場もあるもんね。
あの初めて俺初めて見たけど手であの採点するやつ。どうだったっけ。コンピューター計算してくれないんだと思って。確かにそうだったかも。結構何度も歌いに行ってんす大曲がりね。いいとこです。大好き。あの花火が有名ですからね。大曲がりの花火。ね今年、うんうん、今年復活したんですね。そうですね。今年復活しました。ね、やっと3年ぶりかな。もうあれはやっぱね、一回生で見た方がいいですよね、人生。そうですね。あれ見ずには死ねない。ね、うん。人生に一回は、はいね。毎年テレビで放送もしますけど、やっぱり会場で見るのが一番、はい、うん、そうだね、いいなと思いますね。まあ、ライブもそうね、歌もそうだけど、生がね、一番っていうのはありますね。うん、それをライブ配信で言うのもどうかと思いますけども。そうですね。ライブ配信しながらそれ言うみたいな。まあですけどね。はい。大丈夫かな去年の10月出てもらった時に、クリスマスソングをね、今度リリースするって話をしていて。はい、ね、もう発売されたんでしょうか。知ってる？はい、そうです。その10月、あの出させてもらった後に、うん、12月に無事配信されて、はい。はい。ちょうど1年経ちましたね。素晴らしい。はい、来週ちょうど12月24日クリスマスイブに放送なんですよ。なので来週も出てもらって、ちょっとその曲をねみんなで聴こうじゃないですか。ありがとうございます。はい、ぜひあの制作への思いとかね、そういったものも聞かせてもらえたらと思います。はい、では今週は、どうしようか、シンガーのゆかさんでした。ありがとうございます。以上の紹介でした。今週の同志紹介は福井県からシンガーのゆかさんに出演してもらいました。いや、まあ、知ってはいましたけどね、その15年ほど前出会って、彼女は高校時代ね、毎週日曜日東京にねレッスンに通ってたという話は知ってはいましたけど、よくよく考えるとすごいなと思いまして、ましてはこう自分も親になってね、またその親目線で考えたときにね、えらいことだなと。秋田と東京って600キロ離れてるんですよ。で僕調べたんです、新幹線代っていくらだと調べたら、片道、まあ、正規のね大人料金で1万7000円です。つまり往復3万5000近くかかるわけですよ。で3万4000円、まあ高校生なので少し安くなるかもしれませんけども、4回やったらもう月12万とか13万とかなるでしょ。やっぱりっすよね。それをね、やっぱ夢を追うという、一言言うと簡単ですけど、ただやっぱそこに向けての努力っていうのはね、凄まじいものがあったんだなと。まあね、ああいう感じの子なのでのほほんとしてますけどもね、いやすごいなと、改めて思いましたね。なのでね、これから歌う歌は僕高校時代に作ったささやかな喜びの中で、僕のね、まあ、高校時代を象徴する曲なんですけどもね、ちょっと歌いたくなったので用意しました。はい、24時間365日ね、歌いましたね。あ、金曜日が早出の日は木曜日のおみきゃさ、つらかったのでありがたい。あ、よかったですね。ヘビーリスナーの静香さんですからね、水曜日に移って聞けなくなったのが一番ね残念ですね。都合あってよかったです。あ、静岡にいらっしゃるのですね、ぜひ静岡でも活躍してくださいね。ありがとうございます。コロナ禍で初めてです、静岡市に行くのね。3年ぶりですね。非常に楽しみです。
泣いてるね。今日もまた女子を泣かしてしまいました。はい、あ、ミラチェコさんパチパチ、あ、大川由紀子さんこんばんは、外出先ですが間に合いました、ありがとうございます。はい、パチパチ、カメラ穴でパスタ食べました、とても美味しかったですね。この前の12月4日のライブにね来てくれましたもんね。はい、カメラ穴ね、マスターが変わって今違う方がやってるんですけども、まあ、しっかりとね引き継いでいる味で、少しこう若者向けになったかな、ちょっと味が濃くなった感じはあるんですけども、美味しいですよ、美味しいんですよ。はいはい、あ、猪子さんパチパチ、ひろとくんパチパチ、あ、わしおさんライブ初めて参加させてもらいました、同志とのご縁すごい、あ、ありがとうございますね。わしおさんも12月4日福岡からはるばる千葉までお越しいただきありがとうございました。ライブ配信はね土曜日、毎週土曜日18時からやっておりますので、ご都合合うときはねもうね全世界から見れますので、参加参加いただければ幸いです。同志紹介はね毎週素敵なゲストをお招きして、お届けしております。それではそんなゆかちゃんの話を聞きながら、非常に刺激を受け歌いたくなりました、僕は高校2年生の冬に作詞作曲をしたささやかな喜びの中で聞いてください。時を
ことが難しいから、今ここにいるわけじゃない、新しい何かを見つけることができそうで、自分自身を勇気づけたえる、たとえ明日が晴れでも雨でも大雪でも戸惑う必要ない、今まで否定してきた生き方もいつの日にか肯定できるだろう、きっと何にでも立ち向かえるさ、大空にかかる虹が見えるから、ありがとうございます。ささやかな喜びの中で聞いていただきましたね。もう受験、まあ、進学校だったんでね、もう勉強勉強勉強なんですよ。宿題もいっぱい出て ね、そんな中でもう行き詰まるような日々の中でね、本当ささやかな小さな喜びを見つけながら、こう未来に夢を託しながらね、なんとか乗り越えたね、そんな日々を思い出しますね。こういう歌が残ってるっていいですね。あの頃の気持ちを忘れないね。やっぱ昔のこと忘れないってことは、こうずっと若く入れるってことだと思います。はい、大事ね。はい、はい、ささやかな喜びの中でした。はい、あ、浜本さんこんばんは。今日は遅れてしまってすいません。いえいえ、ありがとうございます。まだしっかりと歌ってきますんでね。はい、あ、ハートがいっぱい、ありがとうございます。はい、本番に強いですね、さすがです。はい、僕も思いました。はい、あのリハーサルのグダグダなんだったんだみたいなね。まあ、なんかリハーサルね、なんかすごく、まあ、リハーサルっていうかね、リハーサル以前に自分でやっておけた話ですけど、これはもうスポーツですから、ね、コードをちゃんとおそらいして、もともと弾けるんでね、弾けるので、なんていうんですかね、ちゃんと準備運動をすれば弾けるんですよ。はい、そうなんです。今日リハーサルね、4時からやったんですけど、まあ、グダグダでした。難しいんですこれ。見てたでしょね、あの左右の動きね、激しいやつですね。あの E フラットっていうコードが大好きでね、 E フラットってもう、まあ、響きもいいじゃないですか。 E フラットって名前、ね、大好きです。はい、はい、パチ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 、ありがとうございます。では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 、今日はね少しペースが早いんですよ。非常に順調に来ていてね、そこで松を考えましたね。あのゆかちゃん出てて、あ、この歌歌うべきだったのと、まあ、来週でもいいんですけど、来週はクリスマスなんで、さすがにクリスマスにこの歌ないだろうと思いましたので、今日は1曲急遽ね増やしたいと思います。はい、もうこれはねアンコールじゃなくて、こうセットリスト入れちゃいましょうね。このタイミングで歌いましょう。季節は真逆でございますが、大曲がりってさっきね名前出てまして、大曲がりは花火がすごく有名で、僕はね、なんでそのゆかちゃんのそのうち大友小学校とか、大曲がり高校とか詳しいかというと、別にストーカーやってたわけじゃないですよ、ね、女子高生の ストーカーだったわけじゃないです。本当街ぐるみで仲が良かったのでね、僕も何度も歌いに行っていて、そんな中でゆかちゃんのお母さんがね、すごくいろいろ僕のもうまるで地域マネージャーのように頑張ってくださってたので、非常に良い関係が築けれてるわけなんですが、そんな中でゆかちゃんの母校である大曲西中学校にも何度か歌いに行ってまして、そこの子供たちと一緒に、花火の歌を作ったんです。スカイマジックね、本当真逆ですが冬の花火を打ち上げたいと思います。行ってきましょう。どっちにしようかな、
こっち。はい、別にふざけてるわけじゃないですよ。ふざけてるわけじゃない。曲によってね、ギターを使うわけですが、結構かき鳴らす系はこっちね、バラ、あのグレッチ、アルペジオ系、優しい系はマーチンで住み分けがあるんですが、スカイマジックはね、ちょうどどっちとも取れるんですよね。繊細だけど激しくやりたい、激しくいきましょう。花火でスカイマジック、花が空を舞う。
はい、ありがとうございます。予定には、ね、ありませんでしたが、スカイマジックでございました。では、最後の曲いきましょう。ハッピーエンド。君の名前さ全部忘れ
どうもありがとう、松尾拓也でした。来週はマイハムラブ2020年最終回、ぜひまたお集まりください。バイバイ。聞いていただきました。先週ね、竹原ピストルさんのワンマンライブを千葉のアンガテライブハウスで見てきましてね、もう間近で見ましてね、竹原ピストルさん皆さんご存知でしょうか。数年前紅白歌合戦も出演されましたけど、千葉市出身のシンガーソングライターで、大学から北海道に行ってね、そこで組んだヤコゼンっていうデュオでね、メジャーデビュー、もう大ブレイクしまして、そして今ソロで活動してるんですけども、もう希代のシンガーソングライターですよ。あんな人いないね、もうパワーの溢れ出し方でね、もうビンビンとシャワー浴びてきました。そして刺激を受けてね、ピストルさんと僕との距離を測ってきましたね。やるべきことね、これからね、なんですかね、僕にしかできないこと、そういったことも考えながら、うんうん、見てまいります。うんうん、パチパチ、あ、高校2年生ですごいこんな曲作れるなんて、 ありがとうございます。 先月ね、10代の時作った曲特集ということでプレミア配信行いまして、ね、いっぱい50曲、まあ、高校生の時50曲作ってましてね、はい、いい曲いっぱいあるんですよ、はい、あの頃は歌唱力演奏力が足りなかったからあんまり気づかなかったんですけど、なかなかいい曲作ってましてね。そして明日プレミア配信、ツイキャスを使ったプレミア配信行います。後ほどね、URL と QR コードが出てきますので、もし明日昼の3時頃ご都合よろしい方は、まあ、有料になるんですけどもね、1時間半がっつりと歌いますので、今年最後のプレミア配信お集まりいただければ幸いです。はい、あ、歌詞出せる歌でよかった、スカイマジック、いや、もうもちろんですよ、はい、歌詞ありがたい、歌詞ありがたいですね、うん、ありがとうございます。はい、パチパチ、もう最後の曲になってしまいました。もっと聞きたいです。今夜もありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今夜も配信楽しかったです。24時まで仕事を頑張ります。頑張ってください。24時終わったら今度はワールドカップですね。はい、ハッピーエンド、良い歌ですね。愛が溢れてるね。これ2017年ベイ FM 主催ワンマンライブをね、千葉県教育会館で行ったんですけども、その時に向けて作った曲だったんですね。ラブソングを久々作ってみようということでね、ドストレートものを作ってみました、はい、パチ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 、ハッピーエンド、亡くなった夫を思い出して涙が出てしまいました。あ、ね、いつかね、僕もそうやってね、ここの曲を聴いてもらう日が来るのかもしれませんがね、うん、心の中で生き続ける限りね、永遠だと思います。僕はね、思います、歌がある限り自分も永遠だと思ってますのでね、はい、頑張っていきます。力強く熱い歌ありがとうございました。ありがとうございます。はい。アンコール、アンコール、オミコール。アンコール、アンコール、オミコール、オミコール。はい。アンコール、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 アルコールはないか。はい。おみちゃん、最後、アンコールは行くぞ。行こう。生きてもないのに死んでたまるか。おぉ。かっこいい。そう、こういうこと言うんですよね。竹原ピストルさんね。そうなんですよ。詩人なんですよね。ハッとさせられる歌が多くて。ね。もう見た目、ラーメン屋のね、店主みたいなのにね。すごくこう雑そうじゃないですか、ギターも歌も雑そうに見えてめちゃくちゃうまい、繊細なんですよね。マイクとかでこうギターも取るんですけど、マイクが取るんですけど、その距離が1センチでもずれると気になるほど繊細な、実は繊細な方だそうで、ね、なんか完成度は高くて、そこにすごくね、グッときました。
はい。ねえ、本当ですね、そういうハッとさせることをね、言ってくれるんです。僕はね、アメージンググレイスって、あの曲を竹原さんが、ミジンコを主題にした、主人公にした曲に書き換えてるんですね、歌詞をね。で、最初、ね、ふざけて歌うのかと思いきや、もう号泣です。ぜひ皆さん YouTube とかで聴いてみてください。ね。すごいんですよ。はい、あ、つとよしこさん、今日はお掃除をしながら聞いてたのでコメントできませんでした。すいません。でも参りました。はかどりました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、今日は僕は熱唱デーと決めましたので、最後も熱唱したいと思います。僕最近自分のね、CD の、夢の続きという CD がね、それも2018年か、ちょうど4年前の今頃リリースしてるんですけど、今、4年の月日を経てね、ドハマりしてまして。すごく自分の心情とマッチしてるんでしょうね。はい。ヘビロッテしてます。その中からまあハッピーエンドも聞いてもらったんですが、知り合いかも最後に聞いてください。くれた違うよこの人はね、これまでもこれからも知り合いなんかじゃない、距離を分けるだなんて考えたこともなかった、三度目の夏の終わり、突然に涙目で君は切り出した、私たち二人のためにこれは絶対大事なことよ、あなた意外好きな人がいるわけじゃないから、どうか分かって分かって欲しいの、そしてさよならと言った君の後はなんですぐに追いかけなかったのだろう、無機質な扉向こう側には今と違う未来があったのかな、知り合いかもだな、SNS が教えてくれた違うよこの人はね、その昔誰よりも大切だった人、ということはね、ただの延命承知さ、だから会えない時間は僕らを徐々に引き裂くと、相場は決まって決まっているから、なのにさよならと言った君の後はかけなかったのだろう、
側で僕は白い天井をただ見上げていた。遠い街を走る電車の中、イヤホンを分け合って聞いたあの曲。穏やかな田園風景、君の寝顔、あまりに完璧な瞬間だった。今もあのメロディーが聞こえるたび、君と描いた日々が蘇る。二人語り合った未来とは違う、君がどこにもいない世界の中で。あの日さよならと言った君のことも、何もなかったように地球は回る。この歌で何もかも終わりにしよう。思い歌う最後の歌。知り合いかもだなんて、 SNS が教えてくれた。違うよこの人はね、これまでもこれからも知り合いなんかじゃない。どうもありがとう、松尾貴文でした。来週またお会いしましょう。ねえ、その時の僕はトワイライトの記憶の中にいたよね。忘れないよこの世の中。はい、どうもありがとうございました。マイホミラベ162回目でございました。そう、明日はいよいよ年内最後のプレミア配信ということでですね、ぜひぜひおみじおみふん、夕方のおみじおみふんに、こちら QR コードの先にお集まりいただければなと思います。その他夢の続きと CD はオンラインショップシオンドへ、ね、サイン付きでお送りさせていきます。ということで最後のコソコソ話ということでいきましょう。はい、知り合いかも。今やイヤホンはワイヤレスなので、イヤホンを分け合っても昔のように互いが近寄る必要ないのですね。確かにそこがエモいんですよね。そう、有線のもうイヤホンを分け合うというのも有線ですからね。それでこうね、もう肩が寄り添う感じ、ね、そして電車の中でね、そして隣の君の寝顔ですよ。もうそれは完璧な瞬間ですよね。はい、熱唱ですね。素晴らしい、ありがとうございます。あー楽しかった。今夜も素敵な歌ありがとうございました。こちらこそ。この歌を聴くといつも同じ人を思い出します。はい、僕もいつも同じ人を思い出します。はい僕が違う人毎回思い浮かべたらちょっとやばいですもんね。はい、はい、お疲れ様でした。また明日もライブ配信楽しみにしてます。ありがとう、熱唱でしたね。ありがとうございます。途中からでしたが楽しかったです。寒くなりましたが喉を大事に。はい、土屋さんありがとうございました。ゆかちゃんこんばんは。ギリギリ最後の曲聴けました。ありがとう。アーカイブぜひ僕のライブ配信の僕のタイムラインの動画を押してもらうとね、アーカイブ残ってますので、急遽スカイマジックも歌いましたのでぜひぜひご覧ください。ということで来週いよいよ最終回クリスマススペシャルね、ゲストは同じくゆかさんでございます。ありがとうございました。